今日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます。蓮見理央です。今日これから、ゲネプロを行って、ようやく初日を迎えるわけなんですけれども、やはりコメディミュージカルですので、ようやくお客様に今日見ていただける、ご覧いただけるっていうのが何よりすごく嬉しく感じています。本当にこれからゲネプロ本番、今日一日これから長いんですけれども、お稽古期間中に高め合ってきたこのチームワークで、どれだけ皆さんに楽しんで喜んでいただけるかっていうのをもう早くお見せしたくて今仕方がありません。緊張するけど頑張りたいと思います。ようやく今日初日を迎えられるということで、稽古中もいろいろと自分自身ももがきながら日々過ごしていたんですけれども、本当にカンパニーの皆様が本当に温かくて、その中で頑張ってこれて本当に楽しい日々だったなと思いますし、ここからはお客様にまたこの空気感、いい空気感とこの楽しい舞台をより幸せな気持ちで見ていただけるように、私自身も楽しみながら頑張りたいなと思います。1979年のこの作品で、当時もう、何十年も前ですけど、こんな時代があったのかと。でその時代からどれぐらい僕たちは、男女の、その姿っていうのが変わってきたのか、楽しみながらコメディで笑い飛ばしてですね、楽しんでいただけたらと思いますし、もうご覧いただいたら分かる通り、三者三様素敵な、見る美しい美しい、私から見ればですね、こういう発言がダメみたいですそもそもね、そもそもこういうことをちょっとやりすぎてしまう、このフランクリンがどのようにこの3人にとっちめられるのか、楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。今回演出をしてくださっている上田一子さんがとても、みんなに寄り添ってくれる優しい演出家の方で、もうとりあえず自由にやってくださいっておっしゃってくださるので、結構みんなガッツガッツでいろんな挑戦、やってみたいことを次から次へと盛り込むので、お稽古場は常に大爆笑でした。毎日笑えてて、本当に腹筋が鍛えられたかなっていう感じで、はい、だからもう本当に別所さんも常にもうどんどんこうバラエティ豊かなナンバーにされていきますし、それに続いて私たちもまたアンサンブルの皆さんもどんどん新しいことをこう増やして賑やかになっている作品だなって思います。ここにいる4人全員初めましてで初共演だったんですけど、まるでそうとは思えないくらいも本当にお稽古場では仲良くさせていただいて、本当にお互い笑い合って、本当にお芝居の中で笑いをこらえるのが必死だったのでもうその感覚がこう見てくださるお客様方にも伝わればいいなと思うんですけど、同時にそれとは真逆に、締めるところはちゃんと締めるというか、本当にアンサンブル含め一人一人がもう誰一人欠けても成立しない舞台になっているので、本当に舞台の隅々まで見ていただいて、この役の人とかこの方がこういう動きをされているんだっていうところまでちゃんと意味を持って作られているので、そういうところを見ていただけたらすごく私たちも嬉しいなと思っています。今回アンサンブルの皆様がすごくこうセット転換とかもしてくださるんですけど、お稽古場から本当になので毎日必ずこうお稽古始まる時から終わるまでずっとお稽古場にいらっしゃって、それでも本当にきっとね一番お疲れでしょうに、本当にこういつも気持ちよくいてくださって、ここやります、私やりますっていう風に動いてくださるのが本当にもう空気としても本当に気持ちよかったですし、昨日の舞台稽古とかでも本当にこうセット転換大変なんですけど、それでもこう嫌な顔一つせずというか、本当にそういう気持ちのいい空間で皆様本当に一生懸命こうしてくださるので、なんて幸せな空間にいるんだと思いながら日々過ごしてます。よく皆さんに聞いていただいて考えるんですけど、今より、1979年なので今は本当に働きながら家事もして
子育てされてっていう方当時より増えてきたと思うんですけど、やっぱりその時の感覚でいくとやっぱりすごく苦労している人で、男社会の中で生きていくっていうことにやっぱり相当な、うん、覚悟と、うん、なんかこう自分がこう今言いまかされてはならない、弱音なんか入っちゃいけないと思って必死に生きてる人だと思うんですね。なのでなんかこう共通点があるかっていう言うとなんかおこがましくて言えないなっていつも思うんです。でも劇中の中でバイオレットがちょっとしたミスを犯してしまってパニックさんになってしまうんですけど、その時にはすごいドラリンやジュディにすごい落ち着いて大丈夫だからってこうダウンダウンしてもらうんですけど、その時の感じがあ普段の私に似てるみたいななんかパニックさんになってしまうところはちょっと似てるかなと思いました。はい、いろいろ暗い世の中だったり、そのなんだろう、考えることがたくさんある窮屈な時代ではあるんですけども、1979年の SNS も携帯電話もなかった時代に一体どんな風に世の中が動いてたのか、それからこの作品でやっぱりこうみんながキラキラ輝く時代、等しく輝く時代というのはどんなに素晴らしいかというのを笑い飛ばしながらですね楽しんでいただけたらと思っておりますので、ぜひ劇場で皆さんに笑っていただきたいなと思っております。劇中ではいろんなことが起きるんですけれども、こういうコメディ作品なんですけれども、こうちょっと一歩踏み出す勇気をいただけるようなそんな作品だと思いますので、ぜひ皆様には気持ちを軽く来ていただいてお楽しみいただければいいなと思っております。本当に今まで見たことないこの4人の姿がこの作品で見られるんじゃないかなと思っています。本当に見るとスカッと気持ちがなんかすっきりして、感激後なんか明日からも頑張れるなと思っていただける作品だと思うので、ぜひ楽しみに、足を運んでいただけたらと思います。不適切な発言をする社長が出てこられたりするんですけど、本当にどの登場人物もとっても愛おしくて、最後には本当にすっきり爽やか朗らかな気持ちになって、帰っていただける作品だと思います。普段ミュージカルとか舞台お好きな方にはもちろんですけど、初めてミュージカル見てみようかなっていう方にも、もう歌もダンスも全部楽しんでいただける作品なので、何度でも足を運んでいただけたらと思っております。お待ちしております。Yeah.